芸能ではなくて普通に仕事をするとしたら、うん、何の仕事をしますか？ちょっともうゆみちゃんじゃないから、うん、違いますって言ったのね、うん、いやゆみちゃんでしょって久しぶりって来たんですよ、うん、愛ですって駆け寄ったイエーちょっとそういうつもりで言ってないと思いますけどあ、かごちゃんおすすめのルームウェアは何ですかって。ジェラピケですね。あ、ジェラピケ噛んだジェラピケ好きですよ。あのね、ジェラピケでもあのたまにこうコラボするんですよ、はいはいはい、で私あの2年ぐらい前のチャコットとジェラピケがコラボしたやつがすごい好きで、うん、それ着てますよ。いいですかいいですか、じゃあ持ってきますね今。いや着て、着ていただいてじゃあ着てきますからちょっと待ってくださいね。あ、でもこれあの想像よりもあのこのリボンがついてて可愛いんですよ。でもう一個あったんですけど、うん、もう一個はさすがにちょっと胸元も結構開いてるし、はいはいはい、あのレオタードみたいになってるんでさすがに YouTube でお前何やってんのってこっから見た人は思うかもしれないんでこちらを選ばさせていただきます。これ足もねあの、こういうそれでセットアップなんですか？あ、これはねこの下は短いんですよ。なんでだけど今ここで着るのはちょっとなんかあのうんでここにチャコットって書いてある。ああ、なるほどね。え、チャコットとチャラピカのコラボ。コラボだ。はい、なるほど。あ、じゃあそのままじゃあこれいきますか。いきます。部屋着でだから見て、しかもさこうなってるから顔が楽天カードも楽天カード、そうそうそう。無理のない範囲内でダンスも見たいのですがどうでしょうか今後。ちょうど話してましたよね。ダンスしたいんですよ。歌ってみただけじゃなくて踊ってみたもん、うん、やってみたいっていうね。やりたいです。なんでも踊ったら歌ってってなりそうなもんよねいつも思うんだけど確かにね。なんか YouTube で踊ってみたやってる方いるじゃないですかあののんちゃんとかも、うん、そこまでいったら歌ってってなるよね。歌ってってなるか。この間も恋をしちゃいましたとか、うん、あれってね体が覚えてるんですか。もう体が染み付いてるから、はいはい、忘れないですね。なんかちゃんとなんか踊るっていうよりはもう覚えてるからその動きになるって感じ、うん、なる。だから例えばだけど踊ってみたを急振りで踊ってみたとかにすると、うん、多分覚えてるから出てくるんだと思う。あ、なるほどね。あ、じゃあジュークボックス的にイントロだけ流れて踊れるかどうか。踊れるかどうかできる。ただうちらの場合はずっと踊ってるんじゃなくて移動とかもあるんで、はいはい、一人で踊るとちょっと移動とかしてる。そうだよね、そうだ前に出たりとかね。そうです。結構複雑な、結構あちこち行ってるんで。餃子は好きですか？餃子これ聞いてどうなる本当だよ。餃子は、うん、あ、そんな好きじゃないけどまあまあ好きです。なるほど、はい。かごちゃんは今芸能ではなくて普通に仕事をするとしたら、うん、何の仕事をしますか？パートとかでもいいみたい、うん、はい。水商売すると思う。前から言ってますよね。接客業したい。対面の。うん。なんか前から。ディーズのママとかやりたかった。そうだよね。うん、前から言ってますね。なんそれ、いつぐらいからそう思うんですか。なんかね、この業界にいるといろんな方々に出会うことも多いじゃないですか。うん。で、まあそれもすごい楽しいなと思って、もし自分が芸能じゃなかったら、やっぱりそういう接客業したくて、うん、その、うん、あ、こんな人もいるんだっていうのを知りたい。なるほどね。うん、あ、人をそういう観察するっていうか。あ、観察するのが大好き。うん、なるほど。あれですもんね。観察されるのは嫌だけどね。まあでもね、ずっと見られる側でずっと来てるから。うん、そう、なんか一人一人に向き合って喋ってみたい。うん。かごチャンネルでもかごさんって昭和歌謡結構お好きじゃないですか。そうですね。まあこの間なんだ時の流れに身を任せとかもありましたありましたね、うん、昭和歌謡だけに特化したいいね。なんかあのスナックかごみたいな企画をやろうかなと思ってて、うん、今ってほらバンドスタイルでやってるからなかなかね音をねあの作ったりとかみんな練習したりと演奏したりとかっていうのも、うん、まあまあ大変大変です。意外と大変なんですよ。そうそう、意外とそうだから、でも普通にこうカラオケみたいな感じだったら、うん、いけるなみたいな。できますよね。あとやっぱちょっと和装も見てみたいなと思いまして。うん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 、お着物も似合いそうですもんね。うん、何か言ってもらっていいですか。お着物似合いそうです。ありがとうございます
あとなんか和装の時ってなんかママみたいながっちりメイクも、ね、あいいですね、見てみたいよね。一回やりましょう、それも。それでなんか人生相談とかやりたいね。チャンネル登録してくれてる方に、うん、来てもらう、お呼びして。10万人いるんですよ。あ、そっかー、10万人もいると。でもいいですね、同世代のなんか女の子とか、ね、そういうなんかママとか、うんうん、悩みがある人たちを迎えて、うん、1曲歌った後に、うん、あの来てもらって、うん、悩みを聞く、うん、で、やりますか。やりましょうよ、私でよければ。スナックカゴ、うん、分かりました。最近もうとにかく助かってます、カゴさんが YouTube 今向きなんで、はい、地方でのイベントをやりませんか、うん、生でカゴちゃんを見たいって。やめた方がいいよ。なんで、なんで生でみんなやめた方がいいよ。そんな加工してないじゃないですか。まあでもイベントやりたいねって話はありますよね、うん、今日もだって新しいアイデア出ました、出ましたよね、うん、今ね、すごい面白いアイデア出たから。まあ、それは確かになんかいわゆる歌を歌うとかってイベントとは違うけど、そこにみんなさんに集まってもらえれば、うん、カゴアイに会えますね、確かに、うん、しかも私が好きなことだしね。そうだね、そう、本人モチベーション高いから、ね、そうそうそう。じゃあそれはじゃあまたちょっと機会があったらお知らせしますね、はい、どのくらい体は柔らかいですか。お願いしていいですか。体めっちゃ硬いんですよ。硬いの。硬いんですよ。意外に。あんなトレーニングうんぬんこんぬん抜かしときながら。じゃあちょっと立ってもらって。いきますよ。また。いや本当に。え？行かないの？つかないの？つかないです。また。いや本当に。買おうよ。え、わかる。わかる。開脚は？開脚なんてもう開脚どころかくの字だよ。やってみ。待って、多分、ね、ポキって言うと思う。もうこれ無理よ。そんな感じ？うん、こんな感じ。でもね、うん、違うのよ。昔はちゃんと開脚もできて。マジかこちゃん。すいません。ペターンって言ったのよ。ペターンって。いついつ？あのだからモーニングやってる時は、はいはいはい、もうちゃんと毎日ストレッチやって、うん、みんなこうやって硬くなっちゃったのよ。こうやって。今のアップするでしょ、今から。こんななってるから。硬いよってこと、ね、硬いですね。頭は柔らかいよ。頭柔らかい。奈良での思い出も聞きたいです。はい、ちなみにカゴちゃんと同じ地元だって。え、ほんまに山田高田。奈良の思い出は小学校1年生の時に神社を通って帰らなくちゃいけなくて、はいはい、神社を通って帰るんだけど、その時私図工かなんかで遅くなっちゃって一人で帰ることになって、うん、一人で神社を通ってたら後ろから男の人に、うん、ゆみちゃんゆみちゃんって呼ばれて、うん、えって向くじゃん、うん、違いますって言ったのね、うん、いやゆみちゃんでしょって久しぶりって来たんですよ、うん、え知ってる人かなと思って、うん、あ愛ですって駆け寄って下半身裸だった。イエーちょっとそういうつもりで言ってないと思います。奈良の思い出。すいません。ダメでしょ。奈良の思い出っていうか小学校の思い出ね。怖っ。そう、それで走って逃げて、うん、無事だったんですけど、そんな思い出ってどうなの。そんな思い出が欲しかったんじゃないと思う。違うね、はい、あるよ。同じ地元です。ハートって書いてあるの。ね、でも小6まで、小学校6年生まで奈良ですね。まあ、田舎っちゃ田舎です、ね、田舎です、田舎です。ここで結構自然と共に奔放に育った感じですよね。そう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 。奈良でも好きですよね、やっぱ地元愛というか。大好きですよ、奈良。奈良ね、境内のはさ、いろいろ掘っちゃうとさ、いろんな化石が出てきちゃうよね。そうね。そう、まあ、化石じゃなくて遺跡ね。そうよ、だからね、だからいいとこなのに、ずっといいとこであるのよ。吉野川とかすごい綺麗なんで、はいはい、私はちっちゃい時海じゃなくて川遊び。で川だとあの塩みたいにさベタベタしないし、うん、でそこでカッパもあったんだけどね。カッパ、え？そうよ。さらっと。そう、これ何回もこれ私いろんなとこでも言った。カッパに。カッパにあったの。小学校3年生の時。川行ってで川潜ってたら向こうからこう来たのよね、カッパが。じゃあ本当だから。でさ、カッパ緑だと思うでしょ、うん、違うからね、グレーだから。え、グレーだから。で、目が赤いの。しかも泳ぎ方、うん、こうやって泳ぐの。本当に、本当だって。だって小学校の時見たの、こうやってこうとかじゃなくて、うん、こう泳ぐの、うん、
こうやって泳ぐの。え、それがよく来た。こうやって私ゴーグルかけるじゃん、うん、あ、こっちクリアに見てゴーグルだからね。うん、はっと思ってカッパッと思って。え、口周りはどうなったんですか。口周り見えない、目だけもうおーってなったの。グレーで斑点があって、だからさ、カッパのさ CM あるじゃん、うん、あれ緑じゃん、うん、違うんだよやっぱりグレーの。グレーなの、もっと怖いんだ、うん、そうなんだえ、ほんとよほんとよ。でも子供の時はそういうものが見えて、うん、なんか見えなくなるって言うじゃないですか、うん、だから UFO いると思ってる。なるほどね、うん、それじゃないですか、最初言ってたそれか、不思議な話をしてくださいこれかこれだ、中井君の夢じゃなくてそれじゃないですか期待値としてこれだ。他のメンバーと連絡を取ってることにすごく安心しました。あ、その声はすごい多いですね。 ありがとうございます。安心してください、撮ってますよ安村さんみたいになってるじゃないですか。まあ今はでもあれですよね、 DM とか LINE とかなんかいろいろあるから。そうですね、あのインスタでもみんないいねし合ってるし、まあ、繋がってます。会えてないけどね、うんうんうん、まあコロナもあるしなかなかあれですけどね、うん、コラボやってほしいっていう声はすごい多いんで。わかるね、うちもどうですかね、10万人達成したんで、ね、ちょっとオファーかけますね、今まではちょっとね、うん、あれだねなんつってちょっとなんか申し訳ないね、申し訳ないねっつって言ってたよね。なんか言ってた、ごめん。でも今10万人突破したんで、ね、まあまだ10万人なんですけど、まあまあ言うても10万人なんですけどまだどうですかって言ってみる。どうですかってね、誰に言ってみる。いいね、行きたいのは、うん、こっちね、会いたいよね。写真集も出されてましたね。こっちやばい、超可愛いし。てかこっちのこと好きすぎだよ本当です、やばいよね、うん、モームスの時は教育係がお父さんの。そう、こっちだったし、その教育係だからとかじゃなくてすごい可愛がってもらっていた。うん、あ、じゃあこっち会いたいよね。会いたい、なんであんなに動きがあるんだろう。確かに。すごいよ。すごいでしょ。すごいね。すごい。あとやっぱいないんだよ。ああいう人はいないの。やっぱ、うん、いないのよ。何回も言うけど。いやでもすごいよ、ね。すごいのよ。いろんな芸能人の方見てオーラを感じるとかさ、芸能人っぽいとかうんぬんってあるけど、私やっぱりね、こっちが一番やっぱりね、うん、オーラを感じるのよね。それは何？あのモームスの時から、うん、今に至るまでずっと、うん、ずっと。ああいう人いない。じゃあ行ってみますか、うん、こっちに、うん、コラボ。やばい、ブリブリ泣くじゃんそれどっちあとはもちろんのんちゃんもね。のんちゃんも大好きよね。 YouTube やられてるのって他にも高橋愛ちゃん、愛ちゃんもやってるのか、ミキティ、矢口さん、ちょっと一回オファー出すだけはタダだから。そうだね、ワンチャン出してみて。出してみます。あるかも、もしかしたら。どこに出すの。事務所に出す。事務所に。でも事務所に出さないでしょ。そうだよね、 YouTube とかって結局本人同士のだから。そうなんだよね。あ、じゃあ DM で出そうぜ。 DM する。うん、多分事務所に出したら絶対ダメだよね。そうだよね、絶対ダメだよね。うん、なんとなく、なんとなく、うん、だから DM かな。 DM でじゃあやっちゃおう。え、なんで書く。こっちにカゴワイのインスタから DM ではいコラボしてくださいはい。でね、どんな感じなんですか。そんな感じですよね、きっと。いやいや、いつ以来喋ってるんですか。こっちの最後は、ライブの時なんで、3年前か。緊張するの。いや、だいぶ緊張する。DM 送るの。緊張する。でも10万人突破したので、よかったらみたいな。ね、行ってみよう。なんかファンの皆さんもすごいコラボしてほしいとかあって、うん、いや、そうだ、勘違いされてるのは、うん、我々もしたいんですよね。いや、そう、我々もしたいんですけどいろんな事情があって多分きっとできなかったりもするんで。しないんですかが一番辛い。いや、そうなんですよ。コラボしたいんですけど。しないんですかが一番辛くて、したいんですよ、すごくはい、というわけで今日はカゴアイの一問一答をやってみましたが、いや今日は面白かった。なんかいろんなことを話せたし、なんかよくわかんない不思議体験しちゃったし、多分もうこの人何なのって多分思ってるかもしれないけど、本当にカッパはいますというわけではい、この一問一答でかぐわいカッパを見たっていうことをお伝えできたのでよかったと思います。まだまだあのね、質問残っているので、ちょっと今日この後ね、子供のね運動会行かないといけないから、次回にします。ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、かっこチャンネルでした。